今回は極武士王を歌舞伎ロイド狙いでやっていきたいなと思います。じゃあ早速やっていきましょうか。スペシャルじゃないからそんなに大変じゃないと思うけどね。レッド J の方が2時間経ってもゲットできなかったから、こっちの方はねもうできれば30分ぐらいでゲットしたい。このメンバーで何秒で倒せるのかな。カゲロウフィールド使って隠れてパワフルオフだ。あ、相当早いねこれ。やべえ一瞬だ。全然時間かかんないじゃん。ありがとう。いいね。やるじゃないか。そうか、貫徹かな。貫徹が技で、デントラができるんだ。さあ歌舞伎ロイド出てきてくれるかな。一応白犬隊が多いと出やすい妖怪なんだけど、僕以外はみんな白犬隊なんで結構出やすいと思う。フレンドさんが大当たり確定オーラを使ってくれたということで、あ、来てくれた。あ、みんな持ってんのかな。譲ってくれた、優しい。あ、レベル60の状態で手に入るんだね。スキル占領役者引きつけている。あー、読めなかった。わー嬉しい、一瞬でゲットできた。30分もかかんなかった。じゃあありがとうございます。いやーちょっとね、ありがとうしていくか。今一瞬で武士をやっつけたけど、3人がオロチで、持ち物にカゲロウフィールドと、パワフルオフだ、これですね。持ち物はこれ持ってきました。このオフだと、あとこのカゲロウフィールドをオロチに持たせて、あと貫徹の方はちょっとよくわかんないけどね。さっきゲットしたこの歌舞伎ロイド、ここにいるけどでっかいなー。図体鬼玉がね結構僕持ってるんですよ。200万ぐらい持ってるんで、せっかくなんでレベル99に上げていきましょうか。こいつまず何ランクなんだろう。多分 S ランクだと思うから、ちょっと60万だと足らないと思うけど、まあとりあえず、うん、ちょっとレベル上げますね。レベルアップ、確か今の時点でレベル60で S ランクか。なるほど。あ、いいですねこれ。力と妖力どっちかに偏ってる方がね、僕としては使いやすいんだけど、物理攻撃系の妖怪なんだね。じゃあちょっとレベル上げていくか。60万だと全然足らないな。レベル84、多分あと99万ぐらい使うと思う。よし、止まんねー。じゃあ残りの鬼玉をねちょっと換金するか。何個持ってんのかな。何個持ってんだ。15個。うん、ちょっと少なくなってきたな。歌舞伎ロイドね、ヒットポイントが結構高そうだね。もう多分この時点でレジェンド妖怪のブシニアンをね超えてしまったと思うけど、ヒットポイント436、力242、妖力96か。あー、ていうかまだレベル99になってないけど、これでレベル99、何の技も覚えなかったな。レベル60からレベル99に上げたけど、その間に何の技も覚えなかった。スキルが占領役者、さっき読めなかったけど、引き付け、引きつけてる敵が多いほど全ステータスがアップっていうことで、敵に注目されていればされているほど、まあ、ステータスがアップするってことだね。必殺技が百花繚乱雨あられ、威力 100×4 ということで、威力に関してはまあまあか。武士ニャンの鰹節切りとそんなに変わんないな。ステータスに関してはレジェンド妖怪の武士ニャンと比べるとこんな感じですね。武士ニャンよりもヒットポイントが高いのかなと思ったんだけど、
いや意外と意外、レジェンド妖怪の武士なヒットポイント高くて461で、歌舞伎ロイドよりも高いね、若干だけど。ヒットポイントと力と妖力に関してはまあ大体レジェンド妖怪の武士ニャンとほとんど一緒。ただし守りがそうだな、150だから90ぐらい、90ぐらいが歌舞伎ロイド高い、そんな感じの妖怪ですね。まあ武士ニャンとどっちが使えんのかなっていうことだけど、やっぱ武士ニャンの方が使えそうかな。あの武士ニャンの方が足が速いんでね、この歌舞伎ロイドかなり足が遅いからちょっと使えないかもしれない。これ多分、あでもアタッカーじゃなくてタンクなのか、なるほど。ちょ技も変更していくか。衝撃スタンプ、赤鬼みたいなやつだね。まあ赤鬼もこの衝撃スタンプ持ってるんだけど、反射ガード、うん、渾身の一撃と、あと武人の構えか。あんまタンクっぽい感じの妖怪じゃないね。タンク妖怪の中でもちょっとアタッカーに近い感じの妖怪ですね。はい、ということで、今回はですね、ちょっと歌舞伎ロイドをようやくゲットできたんでね、ちょっと紹介していきました。はい、ご視聴ありがとうございました。